どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月2日の金曜日なんですけれども、今回の動画はタイガース OB 鳥谷さんも大絶賛、門別投手の評価がいよいよものすごいことになっているという件についてです。さあ、高卒2年目の門別投手、このチャンネルでも何度もご紹介していますが、球団内外の評価がものすごい。で、それぞれ絶賛コメントを見てると、全てに共通する一つのポイントがあるということで、この点についてお話をしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、タイガースはキャンプ第1クール2日目に入りました。で、岡田監督はこのキャンプ全体見ていった時に、野手よりもピッチャーの方が気になる、このように明言しています。野手よりもピッチャーの方が気になる。新しい力が何枚かね、一軍の戦力になってくれればいい。そういう意味で、当然このキャンプはブルペンの方が多くなると思う。ストレートだけかと思ったら変化球も投げて、結構仕上がってるっていうか、そういうピッチャーもいたし、あんまりペース上げるなって言っときますと、このようにコメント。やっぱり今のタイガース見ていった時に、先発中継ぎともにものすごい争いですからね。誰一人気を抜くことができない。で、逆に新戦力の選手からすれば、すでに岡田監督が求めてるポイントですから、アピールが必須になってきます。で、その中でドラフト2位の椎葉投手、キャンプ初日からいきなり31球投げましたが、スムーズな投げ方というかな、力感はないけどボールは結構来てると岡田監督はこのように評価。そして椎葉投手のボールを途中から受けたのが坂本選手なんですが、球筋が綺麗なボール、投げ方も綺麗、出力が上がった時にもっといい球が来そうと、このようにコメントを出しています。椎葉投手は唯一ルーキーで1軍スタートを勝ち取りましたが、本人に満足感はありません。そんなに良くなかった、いい球もあったけど良くない球も多かったんで、自分が坂本さんに取ってもらえると思ってなかったんで変な感覚もありました。パッと前を見たら坂本さんに変わっていたんでと、このように笑顔で振り返っています。で、今日キャンプ2日目、椎葉投手のインタビュー映像、僕自身チェックしましたが、とにかく初日は疲れましたと、このように振り返ってましたね。で、その理由として挙げたのがバッティング練習です。フル量というより普段はやらないんで、どう打ったらいいのかわからなかった、手も痛かったです。本格的に練習でやるのは高校生以来、打席はめちゃくちゃ怖かった。でも1軍で戦うためにこれぐらいの練習量だったり体力は必要だと思うんで、怪我なくやり終えたいですと、このように気合を入れ直しています。さあ、岡田監督がこのキャンプ特に注目して見ているのがピッチャーで、その中でも新戦力の台頭というのは我々タイガースファンとしても期待したいポイントですが、そのキャンプ初日、タイガース OB 鳥谷さんもブルペンをチェックしていました。今日2日目は福留さんも来ていましたけれども、本当にいろんな OB の方が出入りしてそれぞれの選手をチェックしている。で、昨日初日鳥谷さんがブルペンをチェックで、全てのピッチャーを見れたわけじゃないけどと、このように前置きしながら3人のピッチャーが光ったそうです。で、まず1人目が岡留投手。いやー、岡留投手も今シーズン楽しみなピッチャーですよね。2年連続で青柳投手らとの合同自主トレに参加し、リリースのタイミングについて助言を受けました。自分の中でより分かってきた、今シーズンが本当に勝負、キャンプでしっかりアピールしてまずは開幕1軍を目標にと、岡留投手はこのオフウエイトトレーニングなので体重も約 1.5 キロ増量。岡留投手は2年連続ファームでは防御率1点台、2022年が 1.54 で、昨シーズンは 1.31 で、昨シーズンは1軍デビューも果たし8試合投げて防御率は 1.29 ということで、1軍2軍それぞれしっかり数字が残っています。で、岡田監督の評価も非常に高く、鳥谷さんの目にも留まったということで、今シーズンの大ブレイクに期待。そしてもう一人鳥谷さんの目に留まったのが村上投手です。昨シーズン大ブレイクを果たして、今シーズンがよりね重要な1年になってきますが、村上投手もそのことは強く自覚しています。ピッチャーがいっぱい並んで投げて、いいピッチャーの隣で投げられたりしたら力は入りました。でもいい感覚で投げられたんで良かったかなと思いますと、昨日の初日はブルペン陣最多となる50球を投げ込みました。村上投手は去年の春1軍キャンプのブルペンに入った際、周りの凄さに圧倒されて隣で速い球を投げてるのを見たら変に力んだり嫌だったと、このように劣等感に似たものも感じていたそうですが、今年は違う、日本一の力となった経験は自信に変わって、その中でしっかり自分らしく投げ込むことができた、これも自信から来る力ですよね。で、村上投手は今シーズンに向けてアピールしようとは思っている、去年とは変わらない、去年ブレイクしたからという余裕はあまりない、しっかり競争を勝ち抜いてやっていきたいと思いますと、まだまだ村上投手成長曲線描けると思いますんで、さらなる右肩上がりに期待です。さあ、このように鳥谷さんはブルペンをチェックし、岡留投手と村上投手の名前を挙げましたが、そこでもう一人名前を挙げたのが高卒2年目門別投手です。このチャンネルでも何度もご紹介している選手ですが、とにかく期待度は毎日のようにもうぐんぐん上がっていきますよね。今日キャンプ2日目侍ジャパン井端監督も視察に訪れていましたが、井端監督もタイガース投手陣の中で村上投手であったりこの門別投手の名前も出しています。十分今後侍ジャパンに選ばれる可能性もある選手ですが、鳥谷さんはこのキャンプで初めて門門別投手が投げてる姿を見たそうです。で、その感想として、なぜ門別投手の球の強さに関して、すごくいいとここまで評判になってるのか、よく理解できました。バッターにとって、一番嫌なポイントは、ピッチャーの力感よりもボールが来ること、そこにギャップが生まれるのが嫌なわけです。門別投手の場合、力感のないフォームから、球の勢いと質でギャップを生み出せる。ある程度試合を作れるタイプでもありますし、まだ高卒2年目の19歳とはいえ、期待値がどんどん上がってしまうのは仕方ないのかもしれませんと、このようにコメント。まあ確かに門別投手は昨シーズンがプロ1年目で1軍でも2試合しか投げていません。で、その中でなんでこんなに門別と評価されるのか、まあ、鳥谷さんの中で初めてチェックしていったところ、その理由がよく理解できたと。で、鳥谷さんは続けて、門別投手の場合、しっかり指にかかったボールの質がとにかくいい。ベース上でも力強さを感じる。バッター目線で言えば、どんどんまっすぐで押されて、たまに内角高めを使われたら嫌だなっていう印象のピッチャー。岡田監督の期待値を踏まえれば、先発ローテに割って入れそうな逸材と言えると思うと、このようにも評価しています。まあ、やっぱり我々タイガースファンとしても、門別投手はまだ19歳で1軍での実績はありませんからね。まあ、ここまで期待していいのかっていう部分もあるんですけれども、まあ、これだけ評論家の方々で実際岡田監督もこれだけの評価を出しているということは、もう期待せざるを得ない状況にもなってますよね。で、岡田監督は門別投手の初日の投球振り返って、よかったんちゃう？一冬越して自分なりに自主トレもやってきたなっていう感じもするし、2ヶ月間ほとんどピッチングしてない中で、11月と比べて全然遜色ないような感じで投げてたわと、まさに絶賛。門別投手はキャンプ初日、いきなり147キロをマークしましたが、ボールを受けた梅野選手も、高卒2年目とは思えないほどの力強さだと、このようにストレートを評価しています。で、このように門別投手を評価するのは、球団内だけではなく、早くも警戒の声も上がっている、他球団のスコアラーですね。特にセリーグは1年間戦う中で、門別投手と何度も対戦する可能性があるわけで、まずはドラゴンズのスコアラー、まっすぐが強いなという感じ。1軍にいるということは、やっぱり投げる可能性があるんで、見ていかないといけないと。で、ジャイアンツのスコアラー、まっすぐしか投げていないけど、球は強いし、綺麗にラインで投げていて、完成度は高い。これから見ていかないといけないと、それぞれこのようにコメント。ですので、他球団のスコアラー、で、これまで岡田監督が何度も出してきたコメント、で、今回の鳥谷さんの評論、全てひっくるめて共通してるのが、ストレートなんですよね。やっぱりこれから門別投手がプロの世界で活躍していく上で、一番基本、重要になってきそうなのがストレートです。で、門別投手は昨シーズン、2試合で合計8イニング1軍で投げたんですが、ストレートの割合が 56%、 かなり多いです。確かに門別投手が投げたゲーム、それぞれ優勝が決まった後ですし、ガンガン行きやすい状況というのもあった。ですが、それでもストレートの比率が 56%。タイガースの先発ローテの中で、ストレートでガンガン押してる印象がかなり強い、才木投手が 58% ぐらいですから、その数字に引けを取らないぐらい、2試合ではありますけれども、ガンガンストレートを投げ込んでいた。で、門別投手は今後、ストレートを磨いていくこともそうですが、キャンプ初日のインタビューで、今後はスライダーを磨いていきたい、こういうコメントも出してましたね。どうしてもスライダーが速くて大きく曲がってしまう。だからこそできるだけバッターの近くでギュンと曲げたいと。先ほどもご紹介した通り、門別投手は昨シーズン、1軍でストレートの割合が 56%。で、次に多かったのがスライダーで 20% 以上投げています。ですので、今シーズンもおそらくストレートとスライダー、この2球種が7割以上占めていく可能性あるんじゃないかなということで、必然的にスライダーのキレというのも重要になってきます。本当に今のタイガースのキャンプを見ても若い選手がたくさんいます。で、そんな状況のタイガースを見て鳥谷さんは、それにしてもタイガースはどんどん若いピッチャーが出てくる、いい循環に入ってる。1年間良かったから翌年は安泰とはならない層の厚さがあって、離脱したら誰かに出番を奪われるというプレッシャーもある。一方でたとえ実績がなくても、良ければ使ってもらえる可能性があると。もうこれはおっしゃる通りと言いますか、今のタイガースを見ていて本当にそうです。たとえ1軍実績がなくても、岡田監督が新戦力を求めている。それによって椎葉投手であったり門別投手の期待度は上がっていきますし、そういった選手たちに抜かれないぞと、既存の選手たちも頑張っていく。で、それがチームの底上げにつながっていきますから、本当にいい循環に入っています。で、その中で高卒2年目門別投手、評価ものすごいことになっていますが、とにかくキャンプを順調に消化してもらって、重要な実践に入っていってほしいなということで、これからどんなアピールが待ってるのか、楽しみにしていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、他球団スコアラーも早くも警戒、門別投手の評価、共通する一つのポイントについてお話をされていただきました。とにかくどの評論家も、そして他球団スコアラーも、ポイントとして挙げるのがストレートの強さ。これが最大の武器になってきそうです。で、そこに加えて門別投手が磨いていきたいと話すスライダー。このコンビネーションというのが、これから投げていく上で重要になってくると思いますんで、今後始まる実戦でも、その割合というところも注目しながら見ていきたいなというふうに思います。皆さんは門別投手に対するそれぞれの最新評価、どのように考えますでしょうか？よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者 52,900 人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者 53,000 人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。門別投手に対する期待値、どんどん上がっていきますが、まずは怪我なく、キャンプを順調に過ごしていってもらいましょう。ではまた。